ディック・ヘクストール・スミスは、イングランドのジャズとブルースのサックス奏者。1960年代と1970年代の、最も影響力のあるブリティッシュ・ブルース・ロックと、フュージョン・バンドのいくつかと共演した。ディック・ヘクストール・スミスは、イングランドのシュロップ・シャー・シュー・ラドローにある、ロイヤル・フリー病院で生まれ、ラドナー・シャー・シュー、ナイトンで育ち、子供の頃にピアノ、 クラリネット、アルトサックスの演奏を学んだ。ヨークのボーディングスクールに通ったが、そこで2楽器を拒否し、代わりに、父親が、地元のグラマースクールの校長職を引き受けた、ゴードンストーンに入学した。ヘクストール・スミスは、ダーティントン・ホール・スクールで教育を終了した後、1953年から、ケンブリッジのシドニー・サセックス大学で農業を学び、 大学のジャズバンドを共同で弾いた。15歳の頃、ダーティントンの時期に、シュドニーベシエの音に魅了されて、ソプラノサックスを演奏するようになった。その後、レスター・ヤングやテナーサックス奏者で、ビバップジャズマンのワーデル・グレイが彼に大きな影響を与えたことがわかっている。1970年5月に、 ドイツのデュッセルドルフで開催されたゴードミーティングフェスティバルでのディック・ヘクストール・スミスとコロシアム・ヘクストール・スミスは1950年代後半からロンドンのジャズシーンに積極的なメンバーとして関わっていった。1962年にアレクシス・コーナーの画期的なブルースグループであるブルース・インコーポレーテッドに参加しアルバム R&B ・フロム・ザ・マーキーをレコーディングした。 翌年、彼はそのバンドからの離脱ユニットである、グラハム・ボンド・オーガニゼーションの創設メンバーとなった。1967年、ヘクストール・スミスは、ギタリストでボーカリストである、ジョン・メイ・オールのブルース・ロック・バンド、ブルース・ブレイカーズのメンバーとなった。ジャズ寄りとなったバンドには、ドラマーのジョン・ハイズマン、ベーシストのトニー・リーブス、そして後にローリング・ストーンズへ加入するギタリストの、 ミック・テイラーも在籍していた。彼らは1968年にアルバムベア・ワイヤーズをリリースした。1968年から1971年までヘクストール・スミス、ハイズマン、リーブスはイギリスの先駆的なジャズロックバンドであるコロシアムのメンバーとなった。バンドはヘクストール・スミスに2本のサックスを同時に演奏しながら彼の作曲と 楽器演奏の妙義を披露する機会を与えた。コロシアムが1971年10月に解散した時、ヘクストール・スミスはソロアルバムをレコーディングしたほか、マンチャイルド、スウィート・ペイン、ビッグ・チーフ、タフテナーズ、ザ・フェイマス、ブルース・ブラスターズ、メンス・スクイーズ、DHSS などの様々なフュージョンユニットでフロントマンを務めたり演奏を行った。 これらの集団の多くに共通するコラボレーションミュージシャンには、ビクター・ブロックス、キース・ティルマン、ハープ奏者で、サボイ・ブラウンの創設メンバーであるジョン・オラーリーがいる。1980年代に、彼のエレクトリック・ドリームというバンドで、ヘクストール・スミスは、南アフリカのパーカッショニストであるジュリアン・バーウラとも共演した。 1983年から1986年まで、ディックは、ジョン・ジェームス、デイブ・ムーアと共にサンスペースのメンバーを務めた。デイブは、メインスクイーズで仲間だったメンバーであり、クリス・ビリングス、ポール・ハリスと一度、ツアーを行った。テナーとソプラノの他に、ディックはサンスペースで、バリトン・サックスも演奏した。ヘクストール・スミスは、1990年代の、 オリジナルコロシアムのラインナップによる再結成に参加し、勤勉なハンブルクのブルースバンドで演奏した。2001年に彼はオールスタープロジェクトブルーズビヨンドを録音し、メイオール、ブルース、テイラー、元メイオールでフリートウッドマックのギタリストであったピーター・グリーンと再会した。ヘクストール・スミスは1984年に彼の基地に飛んだ回想録、 ザ・セイフィスト・プレイス・イン・ザ・ワールドを発表した。その増補版が、ブローイングザ・ブルーズと解明されて2004年に出版された。彼は、急性肝不全により2004年に70歳で亡くなった。ありがとうございます。